クロスロードは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた SUV である。初代はエコク、ローバーグループから OEM として、ランドローバーディスカバリーの供給を受け、1993年に、販売を開始し、1998年までベルの、店で販売されていた。二代目は、自社開発車両で、SUV とミニバンとの性格を合わせ持った。 クロスオーバー SUV である。1993年11月、RV ブームの中、販売ラインナップに RV を設定するため、それまで販売していた、クライスラーのジープチェロキーに代わり、提携関係にあったローバーグループより、ディスカバリーの OEM 供給を受けて、販売を開始した。同時期に、イスズ自動車より、OEM 供給を受けた、ホンダジャズ、ホンダホライゾン、 北米では、ホンダパスポートの販売も開始した。ボディは5人乗りの3ドアと7人乗りの5ドアが設定されていた。エンジンは、ローバー製 V 型8気筒エンジンの EF1 型が搭載されている。トランスミッションは4速 AT が組み合わされていた。名前は、ホンダ車であっても実際には、英国車であったため、一部のベルの店では、整備ができなかった。 自社開発した CRV 登場までのつなぎ役的な存在であった。1995年1月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1998年12月、流通在庫分がすべて完売し販売終了。2007年2月22日、2006年にモデルチェンジした3代目 CRV が、 プレミアム SUV クラスへ上級移行したため、初代、二代目 CR、V ユーザーの受け皿になる車種として登場した。目標月間販売台数は3000台と発表されている。二代目ストリームをベースに、3ナンバーサイズで3列7人乗りのクロスオーバー SUV として登場した。エンジンは、ストリーム同様の R18A 型と R20。 アンペア型が設定されているが、トランスミッションは FF4WD とも5速 AT に統一されており、パドルシフトの設定もない。排気量でギア比が異なり、1.8リットルは経済性重視の設定で、2.0リットルはアクティブなユーザーに向け動力性能重視の設定となっている。ボディサイズは 全長 4285mm、全幅 1755mm、全高 1670mm であり、全長はコンパクトカークラスであるが、幅広い使い方を意識した回射光と四角い、形により幅方向に広い居住性が確保され、3列7人乗りを実現している。1.8リットルの一部グレードは、 バンパーフェンダーが無塗装でアクティブなイメージを醸し出し、最下級グレード、18リットルは、キーレスエントリーが非装着で、ホイールキャップなしの銀色のスチールホイールという、現在のミドルクラス乗用車ではあまり見かけられない、仕様である。このようなグレードは、価格帯を低く見せるための戦略価格者で、過去にも CRV や、ステップワゴン、SMX などで見られ、他社でも、 トヨタアクアエル、トヨタビッツ FM パッケージなどで現在も見られる。4WD 車には、ビッサの機能を拡張し、坂道発信をアシストする、ヒルスタートアシスト機能が採用された。2代目、ありがとうございます。